屋根より高いということで、5月の節句の、グッズいただきました。ありがとうございます。これは猫だるまだね。猫だるまのあの、ああまた紐のやつ、あのメインはこっちだね。うちの場合はこれが重要です。これで、ジャン君もポンちゃんもよく釣れます。どうもありがとうございます。5月の節句にね、うん、はい、でそこにまだまだありますよ。はい、これはなんだこれ、猫の顔に食パンかな。なんか、うん、変な猫って書いてある。はあ、食パン猫と、食パンだったね。そしてこれはなんかキノコみたいな猫。それスイーツって書いてあるよ。スイーツマスコット。ヤンコイソベ、はい、これはなんだろう。いちご大福？にゃんこいちご大福って書いてあるよ。だそうでございます。そしてシール、これはフクロウですね、うん、フクロウのシール、うん、そしてペンポーチ、筆箱ね。あ、この柄は和柄がこれん、これこの柄だからなんだ、鬼滅の刃じゃない。あー、そういうこと、失礼しました。わかんないけど、和柄スリムって書いてあった。和柄のだけなのかな。まあでもきっとそれだよね。近い、みんながこういうのを求めてるからね。なるほど。うん、そして、にゃんかもーん。これは猫じゃらしですね、うん。羽のやつね。これかなり食いつきいいはずです。ポンちゃんもね。ポンちゃんもジャンク大好きです。はい、そして、これは桜グミ。グミが桜なんだ。最近なんかグミいただくと、うん、あの昔々の、感じじゃないやつ、うん、なんか食感の違うやつがあって、あの初めてグミうまいじゃんと思い始めて、そしてあんまりね男子は食べないんだよグミって。そしてマシュマロ、なんか色がそういう色だから、喉にね、ダージリンティーエキス入り、ありがとうございます。そしてこれは芋けんぴってことか。芋松葉って書いてあるね。そういうこと。まあ、芋けんぴを商品名だよね。他のとこではそういうふうに言うのかもしれないね。はい、はい、あとはみかんのなんて書いてあるの。生石鹸。え、石鹸なの。石鹸って書いてあるね。本当だ。へえ、なんかこういう入れ物だからなんか和菓子かなと思っちゃった。はい、それとこれはチョコだね、きっとね。あ、これあれだね、中になんか、イースターエッグ。あ、そうそうそう、よく思い出したね。すごい、イースターだね、イースター。そしてこれは何でしょうかってさっきから思ってたんだけど、これはなんかいい匂いのするハンドジェルって書いてあったよ。手を洗うときにいい匂いがするのね。で、鬼滅の刃だよって話ね、うん、多分洗うときじゃなくて、うん、手を潤すとかかな。だってハンドジェルって書いてある。あ、ジェルっていうのはそうか、ジェル状なだけで石鹸ではないのか、うんうん、はいはいはい、ありがとうございます。そして、例のやつ、ドルチェ&ガ、まあ曲をよく覚えてないけどね。はい、ドルチェ&ガッパーナ、初めてどんな匂いなのか分かります、これでね。そうだね、私もドルチェ&ガッパーナ嗅いだことがありませんでした。はい、ありがとうございます。そしてこれはシャンプー、シャンプーと体と、あ、全身シャンプーって書いてあって、髪の毛も体も OK よ。あ、昔あのボディシャンプーも含めたやつとかあったけど、そういうことだよね。でも2種類あるのかな。髪の毛はあれじゃないの、シャンプーとコンディショナーってことじゃないの。あ、そういうことか、うん、かなと思うんだけど、多分。はい、ちょっと使ってみます、ありがとうございます。ちょっとこれ持っとこうかな。これはなんだ、スナックボール、あ、なるほど、黒剣に手が汚れないよってやつだね。はい、はい、重要ですね。これに入れてね、これで食べてね、はい、そしてこれは、キッチンポリ袋だ、マッチ付き、L サイズ、
ジップロックっぽい。そうだね、あの別の商品、食べ物を清潔に入れておけるやつだね。はい、はい、ありがとうございます。そしてこれは炭入り防止収納袋。へえ、要するに匂いを取ったりするんだね。ね、帽子をここに入れておくと。あ、そういえば下で俺さ、いつもさ、こう人形みたいなやつに帽子が乗っかってるやつのあれさ、引っ掛けて落とすんだよね。そうなんだよね。ちょうどよかったです。ありがとう。お母さんがね、はい、いっぱいね置いてあるんだね。へえ、そうなんだ。癒しの動物、これは何かの、あ、ワンニャン系だね。あ、なんか動物の、はいはいはい、ワンちゃん猫ちゃんだけじゃないやつだね。大好きなタイプのやつね。そうだね、ありがとうございます、はい、読みます。それからこれ、はい、トトロ出た。トトロ、ジジイ、ジジイ出た。これは、これはピーターラビット。ありがとうございます。はい、いっぱいハンカチ。これから汗をかく季節になります。うん、あとこれは、お買い物なんだっけ。そうそう、マイバッグ、あれなんだっけ、本当忘れちゃった。お、あれなんだっけ、マイバッグだ。マイバッグ、マイバッグ、そんな言い方だったっけ。あれなんだっけ、お買い物のやつね。まあ、そうそう、お買い物。なんで言葉がよくわかんない。なんか硬い、なんかすごくすごいしっかりしてる。なんかね、うん、布が強いそう。すごいか、すごくしっかりしてる。あ、本当だ。はい、はい、これはボタニスト。どういうこと？シャンプーとかだと思うんだけど、ボタニスト、ボタニカルバスケアセット。ボタニカルって聞いたことあるけど、あ、ナチュラル、自然ってことだね。そういうこと。シャンプーとトリートメントと、うん、ボディーソープ。はい、どうもありがとうございます。うん、じゃあお風呂で使おう。お風呂で使おう、ね。で、マイバッグ、マイバッグ違うよね。なんかさ、エコバッグ、エコバッグだ、エコバッグだ。ゲシュタルト崩壊してたのかと思ったら言い間違えてました。やったー、エコバッグ思い出した、はい、どうもありがとうございます。ちょっと整列してない。あ、なんかね、すごいものを。そう、これこれ、これがついていたの、はい、これです。これはね、なんかみたいなんですよ。なんか、心臓の、心臓鼓動を測れるの。血液って書いてあったよ。血液、血流がいいかどうか。血中酸素測定技術。はあ。溶石。ん？はい。脈拍。脈とか。脈拍もね。とか、血の中の酸素の濃度とか、うん、心拍数とか、なんかいろいろちょっと測れるの、はい、このようなものでございます。これちょっとよく読んでね。うん、やってみます。うんうん、はい、説明書までね、そう、これに一緒につけていただきありがとうございます。ちょっと綺麗に並べようかな。はい、どうもありがとうございます。こうですね。ドア、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 ドア。あ、ほちゃん、見えません。はい、ジャン君。二人とも寝てます。でございました。ありがとうございます。なんかここに可愛い物体発見しました。なんでしょうかこれ。可愛い。クマさんじゃない？月のアグマか。うん、黒クマさんだね、来たね。お腹白いから月のアグマ。ここは白いんじゃなくて毛が割れているとか ね、ここです、これが白い毛。はい、ぼちゃん、すぐ寝る。ぐっすりとおやすみ。